インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キラリ。よろしくお願いします。平常運転。平常運転。はい。まあ、元気よく行きましょう。そうですね。はい、今日は何なんですか。まあワイドショーですよね。見ていただければ分かるんですけど。そうですね。はい。それは分かってるんですよ。何多いな。だから最近ほら、ちょっと前のやつとかはなんかちょっと。ね、いろんな話題をねごちゃ混ぜにみたいな感じだった。もう苦し紛れもええとこやろ、ね、お前はなんかだるいみたいなしんどそう、あもう無理やみたいになってるしみたいな。なってましたけど、はいはい、ゼイドンの DVD ボックスの制作でアップアップ、てててててれてってれ。そうなんですか。そうなんですよね。だからカリカリしてる。そうな、ピックンがカリカリしてんのも、はい、それが全てってことやろ。大変ですか、やっぱ。大変よ、大変。毎日ロケ、毎日ロケで。いや俺もなんか最近収録多いなって思ってたんですよ、うんうん、もう無理ですよこれ本当に。そうですか、はあ、いくら会社がね傾いているとはいえ、うん、これは良くないよ。本当に本当に本当に良くないです。ただお前がめちゃくちゃ不機嫌なのは、はあ、あの風呂屋の世界湯が定休日だったからだよ。な、一番のな、まあ一番はね、一番のカリカリはそれなんやろ。いや昨日ピークで、うん、もう風呂入ってなくて、うん、2日泊まってたから、うん、もう今日絶対世界湯行こうって、うん、もう寒い中歩いてって、うん、もう帰りに酒買って会社で飲んでもう一回寝ようとかって思ってたら、うんうん、世界湯定休日だよりによってね、ババの精神的支柱である世界中が久しぶりに石蹴りました。チックショーってマジでムカついた。本当にそういうやっぱ重なるもんなんですね。そうなの、うん、まあとにかく今忙しいですが、うん、まあ、今度またね発売するので始まってますもんね。そうそうそう、いやいや、だから僕もなんとなく不穏な空気は感じてますよ。俺に内緒でなんかやってんじゃん、いろいろ。そうですね、あこれ関係ないんだよ。また始まりましたから。そういうのね、はい、ちょっと下使うんで来ないでくださいとか。そうですね、はいはいはい、ね、そういう感じ。なんか隠密行動が増えてますよね。増えてます増えてます増えてます。まあとにかくまた DVD が出るので、うん、まあその時にはまたこの間みたいにピヨモさんに OK をいただければ、うん、ちょっとねそのボックスの宣伝とかもさせていただいて、チラ見せでもできたらなとか思って。そうですよね。いやだからまあ肝心なのはやっぱもう、はい、笑ってはいけないじゃん。まあそうですね、やっぱり、うん、ただ伊藤さんを超える逸材が見つかったの。見つかった。え、はい、見つかった。お楽しみに。伊藤さんを超える逸材が。お楽しみに。楽しみでも何でもないわ。もう嫌な予感しかないですよ。お楽しみに。とにかくねやってるんですよ、うんうん、今弊社が DVD ボックスでね、うん、はい、そうです、2枚組です。はい、そうです。多分およそ10時間のハリウッドだったら何億かかるのよ。本当話なんですけど、約10時間のクソくだらねえパチンコ映像を今作ってまして、はいはい、それには、多分過去の、やった笑ってはいけないとか、うん、他にも、まあ、大型の実践、何人も演者さんいっぱい来てもらうのや、うん、細かい、まあ、座談会、うん、座談会っつったらあれやな、うん、くったらねえやつや、うん、もうとにかく、うん、まあ、いろんな盛りだくさんでやってて、万発ヤングのなんやらってなるやつです、多分。そうですね、タイトルも知らないです。万発ヤングのなんやらボックスみたいなやつを作ってますんで、しかるべき時が来たら告知もしますし、しかるべき時が来たら買ってくださいのやつです。そうですね、はい、はい、何かと話題の設定L問題。そもそもなんでこんな設定がある。てーてーてってれーてーってれー。微妙なとこついてくるな、なんか設定L問題。うちさやっぱ、はい、このなんていうんですか、そのやっぱ即時性には欠けますよね。はい、そうなんそうなん。設定L ね、はい、うちが一番即時性があったのって何だ。斉藤孝雄先生。斉藤孝雄先生が亡くなった時はどこよりも早かった。ね、まあ一応これがね、あれですね、資料。はい、そうね、そう、スクープ TV のね、はい、寺一択さんが、はい、ええやつやってその設定 L を使った台があったから、うんうん、そのお客さんに教えてあげたっていう流れまでも含めた動画をアップしたら、うん、まあお店から金もらってる動画だったから、うん、店からそれをやめれってなって、うん、その部分をカットして再アップして
ざわざわってしたっていう話で、はいはいはい、寺井一択ええやつやんっていうお話ですよね。まあまあそうね、ざっくりとした。なんでわかるんですか？あの違うんですよ。あの、はい、設定 L っていうやつが普通6段階でね、5号機の途中からですけど4段階しかないやつとか、はいはいはい、いろいろな台出てきたんですけど、うんうん、その寺井一択さんのやつの設定 L っていうやつは確か多分割数がね 80% ぐらいしかないやつで 80% ってもうあのなんて異次元なんですよ。もうパチスロうちからしたらあのぶっこ抜きっていう言葉では追いつかないぐらいのやべえやつなんですよ。まあ絶対負ける。とにかく多分分かんないけど感覚的にゴッド3発引いても追っつかないみたいな、そんなまあ比喩ですけど、とにかく普通に言ったら絶対負ける設定なんですよ。本来だとまあ使っちゃいけない設定というか、あまりにもお店としてはもう両親にかける、うん、 そうね、その設定を使うっていうこと自体がね、だいたいね、あの今までのパチスロの歴史から言って、うん、設定1で96ですよ、うん、5辛いな、5で辛いわみたいな感じ、うん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 、95、6、うん、で2で7とか8とか9とかあって、3で 100% 超えるか超えないかで、でまあ456あって、うん、まあ上はその時のレギュレーションによって、うん、まあ昔は 119% で、はいはい、4号機時代は 119% って言ってんのに 150% 超えとろうがみたいなことにもなってたし、うん、だけど今だとだから 115% ってなってるけどっていう感じなんだけど、だから割数が 80% とかって、うん、まあ本当異常なんですよ。だからなんででもそんなのがあるかっていうと、うん、全てはその歩通橋の検定を通して台を無事販売にこぎつかせるために商品としてちゃんとお店に売ることができるようにするためのあくまでもそのメーカー側の措置なんだよね。昔はそんなことしなくても通せてたの、うん、検査に、うん、それはレギュレーションがいろいろ変わって厳しくなって、その短期の試験っていうのもできて、いろいろ条件が複雑になったのね、6号機って、うん、詳しいことは今ここでは全部はよう喋らんし、うん、俺もそこまで詳しくないんだけど、うん、まあ大体はそういうことで、まあそんな中で試験をやっていくうちに、まあノウハウが蓄積して、うん、その L っていうぶっちぎりに低いやつをかましといてやると試験を通しやすいっていう、うん、まあ対策だよね、うんうん、試験対策用にある設定って言ってもまあ間違いじゃないと思う。あ、なるほど。だけどもそんなのを普通にお店で使ったらね、うん、メーカーとしても店が荒稼ぎするためにそういう設定を用意してるわけじゃないから、そんなの平気で使われたら台の評判にも関わる。そりゃそうだよね。ね、だから普通はねそういう措置がしてあって、うん、設定 L を使うと下のパネルが消灯しっぱなしに。へー。だ設定 L もちろん使うこともできるんだけど、お店の勝手だからね、使ったら L ですよって分かるようになってる。はー。だそうやって使えないようにしてるんだけども、それをまあ何なのか、あの使っちゃうお店が出てきて、まあ事情を分かってる人だと、うん、あ、L、あこれ L じゃんってイメージ最悪だよね、うん、1台でも使ってるのが分かってたら、ああもうぼったくりじゃんこの店ってなっちゃうから、あのまあ普通は使わないんだけど、それがこの県を境にちらほらとね、ああ、うんうんうん、あ L ね、まあローやで、だからああハイとローのロー、僕ランダムだと思ってました。どういうことな、ランダムは R やぞ多分綴りはな。あ、そうか。そう。何どっか飛ぶの、飛ぶと思ってたの。いや、なんか大崎さんが動画上げてて、上げてた、上げてた。使えたければ使えばいいみたいな。そうそうそう。お前中身見てないやろ。見てない。サムネだけ見て、あ、ランダムだから使えたら面白いよねみたいな。そういう面白い要素でやってるわけじゃないですか。お前これこそ博打だみたいな。そういうやつがおるからそうなんで。違う、大崎さん言ってたけど、あれもね、あのまあお前が読み取ったその誤ったのとは別に、大崎さん動画の中で言いたかったことは、うん、使えばいいよっていうのは、それはお店が買ったもんだから、うん、原則中の原則というか皮肉含みの話で、使ったら使っての丸バレになってんだから、うんうん、あの使ったらええやんっていう、あ、まあ、反語的な皮肉含みの言い方で、うん、店にとって何にもいいことねえんだから、うん、それでも使いたきゃ使えばいいじゃんの、うんうん、どんどん使ったらいいみたいなニュアンス、うんうん、だったんだけど、それをまた真に受けて、業界の犬だお前はみたいなことを言われて大変気分をなんか害しておられたけ ど、 なるほど。だからその大崎さん絡みで言うと、うん、あれですよ、その大崎さんと
今は大の仲良しの GA 青山さんと二人で組んだあの炎のドラム魂、あの苔に焦げた乳銀のあのあれも設定1を使うと1回転目なんか動くなんか1って分かるようになってる、1鬼からになってるからね、それもそういう風なあれでっていう。今のまあ6号機になって辛い辛いってみんな言ってるじゃん、はい、お客も辛いって言ってるけど、まあ台作るメーカーも相当しんどくて、苦肉の策として設定 L っていうものを使って今なんとか台を市場に供給してるんだけどもっていう話、それをまあお店が使っちゃって、で俺はその話の中で一番びっくりしたのはやっぱヒューマンエラーっていうね、なんか便利な言葉が出てきたなと思って、人為的ミスで、決してお店が意図して L を使ったわけじゃなくて、そのカチカチのそのやってる時にまあ何十台もいっぱいある中でそのミスが起きてしまって L になってしまったんだっていう、本当かなっていう、じゃあこの動画間違えて消しちゃいましたわ、うん、じゃあヒューマンエラー、そう、それは間違えてるな間違えてこいつが消しちゃったのはサイコパスヒューマンエラーやろ、怖っ怖っ、それはヒューマンエラー、それはヒューマンエラー、悪意がないと信じるならばな、うんうんうん、そうね、そうかそうかそうか、そうかサイコパスがやっちゃったんですよね、かもしらんな、そう、ね、そうそう、どこにでも言いますからね、うん、下パネが消灯しっぱなしってこと、そうそうそう、初めのゲームだけじゃなくて、のそう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 、で、あの L っつってもいろいろあって、うん、別にね 95-6% の L もある、あ、まあ、普通の1と遜色ないような、はい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 、だそれも L っちゃ L なんだけど、うん、もちろん、うん、だ L なんて勝手に後からつけた故障だから、うん、ただまあ分かりやすいは分かりやすいからね、だからそういう危険なやつを L と呼ぶのはまあ分かるし、うんうんうん、もうお店の良心の問題だからね、それでも抜きたいんだな、使ってまで、そうそう、だから本当に苦しくなってきた、その閉店か否かがかかってるかとか、うん、もうとにかくじゃあ、1月末に入れ替える機械の金がいるとかって、背に腹は変えられない、とにかく金がいるって言ったら、うん、もう集金装置としては絶大な効力を発揮するから、あることすら知らなかった、そんなの、うんうん、まあランダムだと思っとったぐらいだからな、そうそうそう、面白いじゃん、面白いな、うん、だったらな、そら大崎さんも使ったらいいよ、違う違う、そんなだったらええなのやつじゃないです、これはだからあのイミジクもその6号機で苦しんでるスロットのから派生した問題と言ってもいい話だと思います、それがまあユーザー側もそういう形で食らうっていうか、うんうん、話かな、これだから情報弱者が打っちゃうってことでしょ、そうですそうです、だからもう本当に知ってる人は絶対打たないけど、そうそうそう、ネットとかその台の特性とか、うん、その L が何パーでこうなるとかって知ってる人はそりゃ大丈夫ですよ、うん、でも何にも知らんおじいちゃんとか、うん、何にも知らないサラリーマンの人がふわってきて、うん、あこの台あるんだ打ってみようみたいな感じでやったらまんまとやられちゃうから、うん、そういうこと、ね、という話です、わかりました、こちらからは以上です、こんな感じです、なるほど、ね、はい、いやわかりますよく、うん、さあということで皆様のところの台にも設定 L、うん、あるっちゃありますねでも結局のところは運用するかしないかはお店次第ですから、早くなんかそんなことを言わずに済むような景気のいい話が出てくるといいですねと思ってます。今回は設定 L についてお話しさせていただきました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。